BD 正式もね、今年で今回で、ね、あの2016年シーズンをもってお別れということになったわけなんですが、まあ BD のね加入が発表された時にはちょっと興奮するものはありましたね。まあというのも、あのオーストラリア代表と代表経験があるクラスの選手が来るっていうのはね、まあなかなか甲府にはなかったこと。前代表経験ある選手がヴァンフォーレ甲府に加入したのっていつなのかな。林健太郎あたりまで遡る。あのハーフナーマイクはあの代表経験なかったからね、甲府に入った段階では。甲府で代表になったレジェンドだけど、まあそう考えたらもうね、本当オーストラリアの代表選手が甲府に来る。あ、代表って言えば一応イルファンがいたね、あのインドネシア代表。まあただワールドカップに出るような国の代表っていうともう、あの林健太郎以来ってことになるのか、日本も一応って考えたら。まあただね、あのなかなか監督と喧嘩したなんて噂でしょうね。噂があったりとか、まあどうやらね、あのそれ以上に怪我がちで出場機会が多くなかったっていうのは残念です。それでもね、やっぱ代表だなっていうテクニックを見せてくれたのが、動画どうぞと。記憶にまだ新しいことにしておきましょう。もう半年以上経ちましたけどもね、あの福岡戦のあのゴールということでですね、いやーまあ代表だなと。あの時のビディは本当かっこよかったです。まあ甲府ではそういった形で怪我がちでね、結果後で見てみたらあのワンゴールだけなんですね。リーグ戦では一応ね、あのカップ戦でのゴールとかありましたけども、まあそれでもまだまだやっぱ代表にまでなってくらいの選手ですから、こっから先もね、どっかのクラブでまだまだ活躍してくれると信じております。今後の活躍をお祈りしております。どうも、かっちりでした。